はい、第3投ですね、今第3投投げました。ちょっと待ってね。第3投、投げましたよ。今度こそ、クス君来てくれよ。竿先をしっかり見ておいてくださいね。ギリッときますから。竿先にはっきり当たります。おう、このとこから帰ったな。あそこでやってんのはシラス船だな。この辺り近くでやってんだね。よし、これを回しますね。背中の方から風が吹いてるから、どうしても前へ前へと回さないと。釣れればよし、釣れなければなおよし。さかなクンからの更新を待つ。これが魚とのコミュニケーション、対話です ね。魚くんが対話したくなければしなくてよろしい。海を眺めて一人楽しむ、いい気持ちだな。この広い海を一人で竿を大海に、投げて座禅を組むというのが最高の幸せですね。これは世界初の海上座禅だな。ってなことで、魚は一向に来ません。やっぱり魚が減ってんだよ、昔はもうこの辺りで1時間もやれば、30年前にはね30匹40匹かかったりしていたんだけど、やっぱり魚が減ってる、生物全体が減ってるということですね。この辺来なくてよろしい、摂取をするわじゃ。よいしょ、いい感じだな。やっと連携になったね。おお、こういうのはね引っかかってんだね。下の藻に引っかかってんだよ。よし、